ガッツとロックペンスは1919年に出版されたサマセットモームの小説。画家のポール・ゴーギャンをモデルに絵を描くために安定した生活を捨て、死後に名声を得た人物の生涯を友人の一人称という視点で書かれている。この小説を書くにあたり、モームは実際にタヒチへ赴もき、ゴーギャンの絵が描かれたガラスパネルを手に入れたという。作家である 私はストリックランド夫人のパーティーに招かれたことから、チャールズ・ストリックランドと知り合う。ストリックランドはイギリスの証券会社で働いていたが、ある日突然家族を残して消えてしまう。私は夫人に頼まれ、ストリックランドがいるというパリへ向こう。私がストリックランドの元へ向かうと、駆け落ちしたと言われていた女性の姿はなく、一人で貧しい生活を送っていた。 話を聞くと絵を描くために生活を捨てたという。私は彼を批判するが、彼はそれをものともしない。夫人は私からそのことを聞くと悲しんだが、やがてタイピストの仕事を始めて自立していった。それから5年後、私はパリで暮らしていた。以前にローマで知り合った三流画家のダークストルーブの元を訪れ、彼がストリックランドの才能に惚れ込んでいることを知る。 ストルーブに連れられ、ストリックランドと再会するが、彼は相変わらず、貧しい暮らしをしていた。それから私は何度か、ストリックランドと会ったが、その後絶縁状態になっていた。クリスマスを前にしたある日、ストルーブと共に、ストリックランドのアトリエを訪れると、彼は重病を患っていた。ストルーブが彼を自分の家に引き取ろうとすると、妻のブランチは強く反対した。 夫に説得されて、ストリックランドの看病をするうちに、ブランチは彼に好意を寄せるようになり、ついには夫を捨てて、ストリックランドに付き添うが、愛情を受け入れてもらえなかったために、服毒自殺してしまう。妻の死を知ったストリューブは、ストリックランドへの敬意を失うことなく、故郷のオランダへと帰っていった。私はストリックランドに会って、彼を再び批判した。 その後私が彼と再会することはなかった。我々は、どこから来たのか我々は、何者か我々は、どこへ行くのか、ストリックランドの死後、私は別の用事でタヒチを訪れていた。そこで彼と一緒に仕事をしていたというニコルズ船長に、出会い、彼が船乗りの仕事をしていた時のことを聞く。貿易省の公園はストリックランドを自分の農場で働かせていたことを話す。 宿屋のティアレは彼に会ったという妻をあせんしたことを話した。彼の家に泊まったことのあるブルュノ船長はストリックランドの家の様子を話した。医師のクートラはストリックランドがハンセン病に感染した晩年のことを語り、彼の遺作は遺言によって燃やされたとしている。私はクートラ医師の所有するストリックランドの果物絵を見て恐ろしさを感じていた。ロンドンに帰った私は 彼がどのような生涯を過ごしたのかを伝えようと、ストリックランド夫人に再会する。タヒチでのストリックランドのことを話し終えた私の頭には、彼があたとの間に設けた息子が、大海原で船を操っている姿が浮かんでいた。新潮文庫での役者、中野義夫の解説によると、タイトルのガツは夢を、ロックペンスは現実を意味するとされる。しかし、 新潮文庫での役者、金原水人の解説では、ガツは夜空に輝く美を、ロックペンスは世俗の安っぽさを象徴しているのかもしれないし、ガツは狂気、ロックペンスは日常を象徴しているのかもしれないと述べられている。ストリックランドはイギリス人として描かれているが、ポール・ゴーギャンはフランス人である。また作中でストリックランドは同世代の画家を知らないだろうとしているが、 ゴーギャンはゴッホと交流があった。しかし味方によってはストルーブがゴッホをモデルにしていると考えることもできよう。ストリックランドは印象派を全く評価しておらず、他の画家との交流もほとんどせずほぼ制作することにしか興味を持っていなかった。ゴーギャンは印象派展に作品を出展しており、多数の印象派画家と交流するなど活発に活動していた点も、 大きな相違点だろう。さらに言えば、ストリックランドがタヒチで亡くなっているのに対し、ゴーギャンはマルキーズ諸島で亡くなっているなど、他にも数多くの相違が見られる。ただし、画家になる前は、証券会社で働いているなど、共通点があるのも確かである。月と六ペンス。新庁者。著者一覧。ありがとうございます。